それほど鮮やかに見える富士山のその目の前でいよいよ決戦がスタートします。どういう決着なのか。さあ前半の45分スタートです。右にエンドを取りました清水エスパルス、そして左がサガン鳥栖です。注目の立ち上がりです。そしてボールが流れてこれを回収したのは清水。さあエウシーニョ、エウシーニョコントロールショットはキーパーの高岡、来ましたね。そしてまたいいところにはもう一巻きか、もうややさあいいターンだ。チャンスを作ってこれも速い寄せシュート、最後は左足、まあ、ディフレクションもあって、そうですね、意図的ではなかったかもしれないですけど、うまく真ん中に破ってきましたね。本当に縦縦です、はい。最終的にはトスの選手がね、はい、ボールが当たってスルーパスのような形になって丁寧に足元につなぐようになりました、ね、はい、裏ここからドーグラス仕掛けてシュート、ドーグラス先制点。生き残りをかけてエスパルスまずは一歩前進。サイドでボールを受けて、はい、まあ、カットインしながらのシュートなんですけれども、はい、これ角度も、ね、そんななかったんですけれども、このシュート素晴らしいですね。このコース高さ、はい、スピード、はい、もうスーパーゴールですね。これぞゴラッソ。中に入ってくるドーグラスシュート、高岡よく防ぎました。いや、このドリブルの入り込みは素晴らしいですね。もう3人に囲まれてるんですけれども、はい、まあ、ボールがもう体のそばが離れないですからね、ですから相手がどう対応してもボールを、はい、さあここからのクロスボール待ち、入れたボールは取れた、わずかに左、いいですね、いい回転がついた。そして笛が鳴りました。値千金ドーグラス残留につながるゴール。